ペスケンニウス逃げるの胸像、ガイウスペスケンニウス逃げるは、ローマ帝国の軍人、政治家で、ご皇帝の都市における3番目の定位請求者。逃げるという名は、ラテン語で、黒を意味し、敵対者だったクロディウス・アルビヌスの、白に対して名付けられた。カッシュースディオによれば、ペスケンニウス逃げるは、イタリアのエクイテスの出自であったという。もともとは、シリア属州総督であったが、 皇帝ペルティナクスが殺害された後、ディディウス・ユリアヌスが定位を勾配で買った際に、シリアの軍団より皇帝として指示を受けた。彼はすぐにアエギュプトゥスも支配下に置き、さらにアシア在住の軍団の指示も受けた。アシアは当時のローマの中でも最も肥沃な地域であったが、セプティミウス・セウェルスが先にローマ入りを果たすと、セウェルスと退治。193年に、キジクス。 ニカイアで敗北、そして194年にイッソスの戦いで敗れるとアンティオキアへ退却、そしてパルティアへ亡命しようとして殺された。ありがとうございます。